上越新幹線脱線事故は二千四年十月二十三日、新潟県中越地震のため上越新幹線において発生した列車脱線事故のことである。また、日本の新幹線の営業運転中の初めての脱線事故でもある。二千四年十月二十三日の十七時五十六分頃に新潟県中越地震が発生し、新大に近い上越新幹線浦沢駅。 長岡駅間の滝谷トンネル北側高校付近を走行中だった東京発新潟駅、時325号の7.6号車を除く計8両が脱線した。地震発生当時、同列車は長岡駅への停車のため約時速 200km に減速して走行中で、あったが早期地震検知警報システムユレダスによる 非常ブレーキが作動し、脱線地点から約 1.6km にいがたより、長岡駅の東京より約 5km の地点で停車した。当該列車は8両が脱線したものの、軌道を大きく逸脱せず、逸脱した車両も上下線の間にある、豪雪地帯特有の排雪口にはまり込んだまま、滑走したおかげで、横転や転覆、高架橋からの転落を免れた。 温暖地などの排泄口がない普通のスラブ軌道や、東海道新幹線などのバラスト軌道でなかったことが、幸いしたとも言える。また、先頭の10号車の台車の部品と脱線した車輪が、レールを挟み込む形になったため大きく、逸脱しなかったこと、脱線地点がトンネルや高架橋の支柱などに被害が生じた区間ではなく、ほぼ直線であったこと、 対向列車がなく二次事故が起きなかったことなどの幸運が重なり乗客乗員155人に対し死者、負傷者は一人も出なかった。さらに新幹線200系電車がボディマウント構造であることが先頭車の台車部品と脱線した車輪がレールを挟み込んだ形で停止することに貢献したという指摘もある。震源に近い川口町かなん付近では高架橋の支柱が 戦団破壊により大きく損傷したが、脱線現場付近の高架橋は、阪神・淡路大震災を踏まえた市中の強化工事が進められていたため、結果的に地震による崩壊を免れることにつながった。なお、日本では営業中に新幹線が初めて脱線したため、各種メディアにより安全神話の崩壊などと揶揄する報道が多くなされた。一方で、 フランスなどの高速鉄道を運営する国のメディアでは、この高架橋が崩壊しなかったことが、新幹線の安全性を裏付けるものだとして取り扱っている。以上のように、被害は最小限に食い止められたが、脱線箇所が高架上であった上に、この事故の原因となった新潟県中越地震は、余震が多発したため、脱線車両の撤去作業が難航し、11月18日に、 なって、ようやく事故車両は撤去され、12月28日に運転が再開された。脱線車両は損傷がひどく、2005年3月25日をもって全車廃車となった。この事故によって、廃車予定だった K31 編成が廃車されず、しばらく代走することになり、その後代替として e 2系 j 6 9編成が製造された。なお、 事故車両のうち最後尾に連結されていた戦闘車両が事故の歴史展示館に事故の資料として保存されている。新幹線の早期地震検知警報システムゆれダスは地震発生時の初期微動を感知して作動するシステムであるため直下型地震であり初期微動継続時間が短かった。今回のケースでは激しい揺れの到達前に列車を停車させることは できなかったが、強制停電による一斉停車で対抗列車も止められて、運よく事故の拡大は防げた。1964年10月1日の東海道新幹線開業以来、新幹線の営業列車では初の脱線事故となった。2007年11月30日、航空鉄道事故調査委員会はこの事故における鉄道事故調査報告書を公表した。委員は、 との所見を同報告書にて記している。これとは別に、国土交通省内に設けられた、新幹線脱線対策協議会の検討結果を踏まえ、東日本旅客鉄道株式会社は、脱線被害を拡大させないため、次の対応策を発表している。ありがとうございます。